全世界に YG ポップという新たなトレンドを呼び起こしている YG と、常に日本の音楽シーンに革新をもたらし時代をリードし続ける ABEX、 この2つの出会いによって生まれた YG ファミリー専用レーベル、その名前は YGX。 誰も予測することができない新しいエンターテインメントの形を想像することになるだろう。やっぱ気になるのは、どういったアーティストが所属しているのかということですけれども、はいはい、もちろん皆さんもね、そこは気になるところだと思います、はい、それではですね、早速、所属アーティストをご紹介いたしましょう。いきますか。じゃあ皆さん、はい、登場いたしましたら大きな拍手でお迎えください。ミンジー from 21。From 21. Bomb from 21. From 21. VI from Big Bang. G-Dragon from Big Bang.From Big Bang. Top from Big Bang. Seven.改めまして YGX に所属するアーティストの皆様です。다시한번 YGX에소속하는아티스트여러분소개드립니다。はい、皆さんね、ようこそいらっしゃいましたけれども、じゃあまずはですね、 YG ファミリーを代表してコミさんにご挨拶いただきたいと思います。はい、여러분잘오셨습니다。그러면은 YG 패밀리를대표하여코미씨인사부탁드리겠습니다。はい、こんにちは、コミです。あ、緊張しています。本日はお忙しい中お集まりいただき、誠にありがとうございます。この度は ABEX さんと新しいレベルを立ち上げることができ、さらに YG ファミリー全員が一緒に仕事できることになり、大変嬉しいです。はい、はい、ありがとうございます。ね、감사합니다。さあ、じゃあ続いてセブンさん、ご挨拶いただけますか。じゃあ、다음에セブン씨부탁드립니다。こんにちは、私たちは YG ファミリーです。僕はセブンと申します。よろしくお願いします。今日こんなにたくさんの皆さんが来てくれて本当にありがとうございます。はい、はい、ありがとうございました。ね、감사합니다。さあ、椅子も用意できたということで、じゃあ皆さんご着席ください。あ、그러면의자가나왔으니까준비됐습니다。여러분자리에앉아주시기바랍니다。まずはですね、はい、YGX という新レーベルからファミリー全員で日本での活動することになりましたが、いかがでしょうか。 ね、これはちょっと皆さん一言ずつ聞いていきたいんですが、はい、じゃあまずは G ドラゴンさん。
いかがでしょうか。네그러면은여러분에게여쭤보고싶은데요우선이번에새로만들어진 YGX 라는레벨에서 YG 패밀리가다같이소속하면서일본에서활동을하게되는데요그에대해서어떻게생각을하는지여러분에게여쭤보고싶습니다우선지드라군씨부탁드립니다네일단이렇게 YG 패밀리가다같이활동을하게돼서굉장히든든하고기쁘게생각합니다네はい、まずは YG ファミリーがこうやって一致団結できることがとても心強いなと思います、うん、はい、これからもっと僕たちがやりたかった音楽をやるのができると思うんですがもっと頑張っていこうと考えています。なるほど。本番前 VI さんに僕に僕そんなに安住アナに似てますかって言われましたちょっとだけです、ね、はい、似てますよね。はい、日本版とるわけじゃね、安住さんエピソード。はい、これから日本で YG ファミリーといろんなことで面白いことをたくさんやってみたいんです。うん、なるほど。はい、とても嬉しいです。ね、이렇게우리 YG ファミリーは함께할수있어서굉장히너무든든하게생각하고있습니다。はい、やはり YG ファミリーのみんなと一緒に活動ができるということで、うん、とても心強く思っています。なるほど。さあ、じゃあ続いてはですね、コミ、はい、さんお願いします。YG ファミリーの中で私が一番先輩ですけど、日本で活動するのは一番怖いだから、うん、頑張らなきゃと思います。はい、さあ、じゃあ続いてはセブンさんお願いします。ね、セブンシップ立ってるみたい。はい、YGX という会社で日本で YG ファミリー全員が活動することができて本当にみんな嬉しいと思います。僕も2007年までは日本の活動だったんですけど、うん、それ次は、まあ、これから、まあ、日本の活動頑張っていきますのでどうぞよろしくお願いします、はい、さあじゃあ続いてはですね CL さんお願いします。네、優しいシップ立ってるみたい。네、다같은마음인것같아요。이제다같이시작할수있어서너무좋고저희21으로서도이제처음데뷔를하는데이제든든하게선배님들이랑같이할수있어서너무기뻐요。はい、皆さんと同じ気持ちです、皆さんと一緒にこうやって始められることをとても嬉しく思いますし、また私たちとしては21として、今回デビューをするということ、そのタイミングでやはり先輩の皆さんとご一緒できるのはとても心強いです、はい、では続いて、ダラさんお願いします。ね、ダラシープ立ってるみた。네제가얼마전에홍보부장이되어서열심히활동중인데요일본에서도상큼한박부장으로서홍보활동을열심히해보겠습니다。先日私はですね、仲間の中でこの広報部長を拝命しました。ですからこれから日本でも爽やかに頑張って広報活動を進めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、それでは続いてボムさんお願いします。네、ボムシー부탁드립니다。네、팬여러분들한테여러가지모습을보여드리게될수있을것같아서굉장히기대가많이되네요。네、はい、ファンの皆さんにいろいろな姿を見せて差し上げられるんではないかと、今からとても楽しみにしています。はい、それでは最後ミンジーさんお願いします。成果として一生懸命頑張ります。うん、皆さん日本語うまいですよね。ね、여러분정말일본어잘하시네요。